村上宗隆さんの弟、出演動画が出回る。はあ、スパスパしたらあかんつよ。どうすんのこれ。あの兄貴にしてこの弟ありだな。似ててくさ。ガチやんけ。あかんつよ。チンカス換気でくさ。マジやん。あ、うせやろ。イキリすぎやろ。消せ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 。通りで兄が打てなくなったわけやな。イキリすぎやろ。もうプロ無理だな。村上一家は育ちがいいとは何だったのか。20超えてるならええんやないの。今年で19歳や。本物やん。そっくりでくさ。本物らしいぞこれどうも。肺に入れてるからこれかなり前から吸ってるな。去年指名漏れじゃなかったか。まだ19じゃない。不可視じゃないやん。結構吸い慣れてるな。未成年喫煙はあかんすよ。これ本人か。どこ進学したんやっけ。日本大学。村上。甲子園で取ったな。そういえば浅野なら未成年喫煙だとは誰も思わないのにな。マジか。予罰としてヤクルトは村上の4番にするの禁止な。指名漏れやろ。言うほど大した実力ないのにこれは完全にプロ終わったな。めっちゃ生きってて草。飽きませんってほんまに。兄と違って足が遅すぎるんだよな。村上、嘘だよな。村上に妹がついてると思ったら弟まで。吸い慣れすぎ。好奇心で吸ってみたとかじゃなくて吸い慣れてるな。所詮熊本のど田舎のヤンキーだろ。ハッハのファー、これは終わったな。最高です。兄貴も生きり倒しとるし生きり属性持ちなんやろなこの一家。これはあかんすよ。あら、飽きませんって。ダルも吸ってたしセーフ。がっつり肺に入れてタバコを満喫しとるな。兄貴にそっくりやな。当たり前なんやけど。朝の世代やから19歳やな。アウト。 Z 世代の犯罪自慢ほんま好き。闇吸って生きってるんかわら。なんで流出した。